雲人での一種フンスリュック年番岩は、ドイツのフンスリュック山地及びタウヌス山地で産出する年番岩である。岩石にはデボン紀前期の動物化石が含まれており、世界的に有名なラーガー種徹底の一つとして知られている。地層はライン山海の南に分布している。堆積時期は4億800万年から4億年前のデボン紀前期で、当時この地域は、 ユーラメリカ大陸南方のセコ海盆だった。フンスリュック年番岩は数世紀にわたり主に屋根材として利用されてきた。考古学的な研究からはローマ帝国時代から利用が始まったことがわかっている。採掘の最も古い記録は14世紀に遡る。産業革命後も採掘が続けられたが1846から49年頃に一時たれた。 1870から71年の夫婦、戦争終了後、年番岩の採掘が再開した。採掘は1960年代まで続けられたが、より安価な人工品や輸入品に押される形で徐々に採掘規模が縮小していった。1990年代では、文バッハ軍の採掘工のみが稼働していたが、1999年に廃坑となり、 商業向け採掘は終了した。フンスリュック粘板岩から化石が見つかることは古くから知られていた。最初の学術的な報告は1862年に行われ、文献爆破で産出した人手と海よりの化石が紹介された。フンスリュック粘板岩から産出する化石は通常では残らないような微細な構造も化石化している。保存状態が優れている原因は、 急速な埋没のほか、有機物の量の少なさや、硫黄分、鉄分濃度の高さなどが挙げられる。似たような条件下で形成された、活石群に、スミエ動物群がある。活石は主にカウブ、ブンデンバッハ、ゲミュンデン酸の粘番岩から見つかっており、報告された種は260を超える。浅い海のサンゴ礁に生息する生物が多く、ササンゴ、サイヨウムシ、ムガク類、 バンカは魚類、海面、有屈動物、湾足動物、四方動物、腹足類、頭足類、そして生ン化石が見つかっている。特に重要な発見として、シンダーハンネスがあり、この化石が見つかったことで、ラディオドンタ類がデボン期まで生存していたことが明らかになった。ありがとうございます。